パオロ・ヌティには、スコットランド・ペイズリー出身のシンガー・ソングライター。父親は、イタリア人、母親は、スコットランド人。パオロの祖祖父が、ペイズリーにフィッシュチップスの店を開き、地元の神父がブギウギを演奏するために頻繁に店に訪れたため、幼い頃から音楽的な家庭環境に恵まれていた。また、フォークの演奏者だった祖父に歌うことを勧められた。 20代とは思えない、ソウル歌手を思わせるような、渋い声で目をつぶって歌うスタイルが特徴。2005年18歳の誕生日に、アトランティックレコーズと契約し、ロンドンでライブパフォーマンスを重ね、シングル、ラストリクエストをリリース。UK のシングルチャートで5位まで上り詰めた。2006年初夏にアルバム、ジーズ・ストリーツをリリース。前衛チャートに3位で、 初登場を果たし、発売から2週間でゴールドディスクを獲得。ヨーロッパ全体で100万枚を突破した。2007年に開催されたライブアースではルイーアームストロングのこの素晴らしき世界を披露した。ありがとうございます。